じゃあよろしくお願いします。週刊ウニュです。岩井松香です。そしてお相手は、はい、三好純一でございます。で今日は新ネタの定期ということで、はい、また三好さんが考えてきてくれてるそうなのでよろしくお願いします。はい。で、前回あのこういうなんか、正方形が重なってともえになってでなんか Z があってやつやったわけですけ ど、ね、はい、六角形だとどうなるかなってやつですね。おお、ほうほう、その左側のタイルは、うん、まあ道路とかにある場合もありますけどさ、はい、あの右側のもある場合ありますよ ね、 これね。ありますあります。でこの間がどうつながるかですけど、おお、なんかこんなちょっとね、あの一部しか書けてないんですけど。ああ、わかりますよ、大丈夫ですね。もう正方形をやったので、そうそう、やったので大丈夫かな。あ、一度は本物が書いてないと。そうね、ちょっと、そうね、必要に応じて座標が一旦なんだろうな、ね、人間には分かりづらいかもしれない、なんだ三方格子になっちゃう、六方格子かな、三方格子になるので、何手でプリプリって書けないかもしれないね。まあ、そうか。まあでも、計算で書いていけば大丈夫なんで、できますね。うん。すごい。これで分かっちゃった。え、その、でも、あ、だからつまりその、右側の図を目指して書けば、多分、それをパラベーターでやっとけば、多分書き上がるんで。うん、そんな感じで。ということですね。あ、これね。でもなんか、まあ、ちょっとね、あのこれまでの三角形とか正方形に比べると変化は乏しい感じになるかもしれないですけど、まあそれでもちょっと見ておきたい。ああ、なるほどね。うん。丸に近づくので。で、これも六角形の折り紙があれば簡単にできるっていうことですね。そうですね。それはできると思います。六角形の折り紙なんかあんまないけどね。うん。これも、どこを、これはずっと六角形がまっすぐでいいんですか？そうですね、あ、そうか、これ向きがちょっと違うな。あ、向きを合わせてきますか？正方形はそんなことしましたね。そうですね。多分こんな感じでやると最初と格子が一緒の向きですよね。うん。上のとんがちは消えてる。っていうか潜っちゃうのね。多分まあ、あれ、その一番左の図のてっぺんがとんがってるじゃないですか。一個ずつを見ると。ここ、はい、そこは、あ、まあ、ここはちょっと他のやつが重なってると思って。重なっていて、まあ、うん。その六角形自体は向きは変わるの？変わらない。あ、六角形の向きは変わるんですね。だからあの正方形の時に正方形が回ってたみたいに、六角形の向きが変わりつつ、格子の並び自体は変わらず、縮んで。格子の、そうか。まあまあ、中心が縦横が縦横。縦。まあ、少なくとも横がずれない感じに。うん。縦はずれる。まあ、こう三角、縦もずれない感じですね。まあ何しろ。そう、並びとしては三角格子みたいなのがあって、それが縮んだり、全方向に縮む感じなんだね。うん、うん。はい。あ、正方形をやったので、多分、それを真似すればできるんだろうね、はい、と。そんなことで。あと、色は、色はなんかこの辺が小さすぎるな、これな。よう、ちょっと正方形のやつの時の色。2色でいいですか？ 2 色でいいです。で、あ、2、ちょっと待てよ。3色ないと塗り分けられないですね。ちょっと3色、ちょっと出してきます。4色問題みたいな。3色でいけんのか？3色でいいでしょう、多分。大丈夫のはず。ああ、3色で。うんうん、ああ、そうだ。うっかりしてました。3色必要でした。三色の配色。うん、それはちょっと今探すと大変なので、またお送りします。はい。あれ、三色の並びはどうなんだ？ん？三色は決めたら、そいつを並ぶ感じで大丈夫なのかな？あ、まあ、平行に。
なんでしょうね。まあ、適当に。あれ、3色 ?4 色か。いや、3色でいけるよね。だから本当にこうすればいいんだな、きっとな。こんな感じでいけるでしょ、多分。わかんないけど。本当に。どういう並びだい？常にこう、なんか三角形になっているような。どういう並びだい？ユニットが見えない。あれ？ああ、そうそうそう。あ、いまいち。中途半端なことをしてしまった。ああ、全6個でユニットなのかな。まあ、平行移動だけで考えると。どうだろうか。あ、そうでもないか。3色で、あ、三角形なんで。そうそう。6個じゃ、3個で1ユニットで一応平行でいけるのですかね。そうですね。かな。なんかこういう塊で考えてるか。そうですね、うん。斜め。そうですね。そうかな。うん、ちょっとこれは色が適当すぎますが、また。じゃあ、手を挙げてみます。はい。そんなようなことで。はい。じゃあ、これは。意外とすぐできる可能性を秘めています。じゃあこれは今日はこの辺ということで、はい、ではチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次回、さよなら。では。